大丈夫、きっと勝てる止まれ命を落とす覚悟はできていますか覚悟なさい遠慮はしないこの私が直々に可愛がってやろう簡単に倒れてくれるなよ 容赦しません刻む分かりました,ましたう動かないで痛いのかここからだお行きなさい 我らの勝利です 今のはホルンとリオニスグラールとレイシェスの姿もあったよかった無事だったんだでもあの方角はオイスまさかランダルやハインドラと戦うつもりなのかそうなればこの森も戦火を免れることはできなくなる。 こうしちゃいられない。 どうしたの、ティレルそんなに慌てて。コルンとリオニスの軍勢が近くを通りかかったんだ。え今、オビィスは、ランダルとハインドラに攻め込まれてる。その援軍に。うん。多分そうだと思う。勝ち目は、あるのかしら それは、わかんない。もうこの森からは出た方がいいかもしれない。ここも戦場となる。そう思っているのね。うん<っ>。<laughs> ねえ、ビネラ、オイラ思うんだけど。 こんな小屋で暮らさないで、ホルンに保護を願い出た方が。それは、できないわ。どうしてこの子はダリオ様の血を引いてる正真正銘ホルンの王族じゃないかダリオ様が亡くなったのは、私が原因。 村がの娘だなんて身分を偽って、ホルンに嫁いだりしなければ。きっとまだ、ダリオ様は。そんな、ィネラは命じられただけで。イーザグの民は、この忌まわしい血は、王族にふさわしくないのよ。この子にだって、半分その血が流れてる。ィネラ それに、ダリオ様だって。 何なのよ、この雨。あんた、雨女雨のせいにして、本当は大椅子に行くのが怖いんじゃないの怖い私がだから、なんとか城へ戻る口実を考えてる。違う <laughs> 何をあんたらしくないこと言うわね。えじゃあ、私が城へ戻るって言ったら、どうするつもりそれは。心配ならいらないわ。あんたのことは、私が守る。え 戦が終わったらあんたは私の妹になるんだしななんなのあいついつものレイシェスらしくないですね大きな戦を前にして緊張でもしてるのかそれともんなわけないでしょ 私たちのことを裏切るその機会をうかがってるだけよ <laughs> さ私たちも行きましょうそうですね急ぎましょう間もなくオービス漁これ以上本体から遅れるとまずいですからね 大丈夫、きっと勝てる命を落とす覚悟はできていますか遠慮はしない。無理はするな。目を見ますように可愛がってやろう。ける上出来だな。止まれお行きなさい 容赦しません楽しませてもらうぞ簡単に倒れてくれるなよ癒しの光を助かりました覚悟なさい我らの勝利です 言ってたんだ急に姿消してみんな心配してたのよすまない偵察に行ってたんだ偵察ランダル軍をううんゴーガよゴーガお前たちサイガを滅ぼしたあのゴーガのことかそうよそれで 何か分かったの奴ら、戦の準備をしてたわ。つまり、この戦に介入してくるつもりらしい。そんな。どっちに着くおそらくはランダル。現状でも圧倒的不利なのにこれ以上なんで敵が強くなるのよ。それじゃあ、 絶対に勝ち目なんかないじゃない。ラマダさんも消えたままだし。まだ戻ってきてないのああ。私たち、捨てられたのかも。じゃあ、私たちも逃げた方がよくない周囲は湖だよ。うちら忍びでさえ陸地に上がるのに苦労するってのに。 どうしよう、どうしよう。打つ手がないね。すまない。このような戦に巻き込んでしまって。あなたが悪いわけじゃないわ。そうそう、悪いのはランダルだし。ねえディア。 ゴーガが戦の準備を進めているのログザ様はゴーガをいやそのような話は聞いていないおそらく奴らはランダルとハインドラにやっぱりそうかでもゴーガがオフィスに来るならあたしらは手を引くつもりだしああ…… 早くモント様たち来てくださらないかな